ルイ十八世、ルイ十八世、1755年、11月17日から1824年9月16日は、復興世紀のブルボン朝のフランス国王、1814年4月6日から1815年3月20日、1815年7月8日から1824年9月16日。ナバラ国王としてはルイス七世、 ルイ・スタニスラス・グザビエは、ルイ十五世の王太子ルイ・フェルディナント・マリー・ジョゼフド、サクスとの間に三男として1755年11月17日に、ベルサイユ宮殿にて生誕した。生誕とともに、プロバンス伯爵の称号を授けられた。信仰心の厚い防御イオン公爵が彼の教育係となったが、彼自身は、ボルテールや百科辞典編集者による書物を愛好した。 1771年5月14日、彼はマリー・ジョゼフィーヌ・ド・サボワと結婚したが、両者の間に子は生まれなかった。彼の宮廷における立場は窮屈であった。上昇志向にあふれ、かつ兄のルイ16世よりも能力があると自負していたが、彼の権限の範囲は制限されていた。よって彼はエネルギーの大部分を嫌っているマリー・アントアネットに対する策謀にけた。 ルイ十六世が孔子に恵まれなかった時期、プロヴァンス博は多い継承者として人気を集め、政治にも積極的に関わった。しかし千七百八十一年に王太子が生まれたことで彼の野心はくじかれた。彼は高等法院の最高に反対し、多くの政治的パンフレットを表した。また、名士会が収集された際には他の王族たちと共に、 県人委員会と名付けられた部局を統括し、さらに第三身分の二重代表権を弁護した。同時期に彼は文学に親しみ、リュクサンブール宮殿や巨城のブジュノワ城にて、詩人や作家と交流し、彼の愛称であるバルビ伯爵夫人のサロンでは試作時計が基地に飛んでいるとの称賛を得ている。バルビ伯爵夫人は1793年まで彼に、 相当な影響力を及ぼしたと言われる。バスティーユ牢獄の陥落後、プロヴァンス博は亡命を選ばず、パリに残った。一時期ミラボーは彼を新たな立憲政府の首相に据えようと考えたが、彼の腰が引けていたため失望する。1789年5月に起きた、ファブラ事件は彼に反対する激しい世論を引き起こす。多くの人々は、プロヴァンス博が、 ファブラと陰謀を企みつつも、彼を見捨てたと信じていた。1791年6月、国王一家がバレンヌへ逃亡した時、彼も暴れ白爵と共に別路を通って逃亡した。暴れ白爵は、バルビプ人に代わって、亡命時代のプロヴァンス白に政治的な影響を与える人物なる。その後、ブジブルッセルに到着し、弟のアルトワ白と合流すると、 亡命貴族の拠点があるコブレンツへ移った。コブレンツの王室諸領に今日構えると、彼は反革命運動の騎手として大使を任命し、欧州諸国の君主たち、その中でもとりわけロシアのエカテリーナ2世に向けて熱心に援助の要請を行った。フランスの内情から切り離され、さらにはアルトア白や、 カロンヌラに率いられた激烈な反革命主義者に囲まれた彼は全くもって身勝手な政策を推し進める。オーストリアとプロイセンに働きかけヘピルニッツ宣言を出させたが、それは革命派をより過激にさせた。バルミーの戦いの後、彼はベストファーレンのハムに引退し、そこにてルイ16世の形視を知ると自らを摂政であると宣言した。その後、 南部フランスの王党派を借り立てる目的で、ベローナに移り住み、ルイ十七世死去にあたって、ルイ十八世と称した。この時期、彼とバルビプ人との関係は終わりを告げ、暴れ白爵の影響力は頂点に達する。この時以降、彼は果てることのない放浪と駆け引きと防御の日々を送るようになる。百九十六年四月、プロヴァンス伯はドイツとの国境付近で展開する。 コンデ軍と合流したが、すぐにその国を去るよう求められる。その後1797年まで、ブラウンシュバイク公の庇護の元ブランケンベルにて過ごしたが、それ以上避難先として滞在できなくなり、ロシアのパーベル一世の許可を得て、クールラントのイエルガバに移り、1801年まで、その地に住んだ。彼はずっと、フランス内の応答派と連絡を取っていたが、イギリスにいるアルトアハクによる、 相反する作動には悩まされ、腐敗し不実な工作員たちのすがままになっていた。イェルガバにて、彼は、ルイ16世紀の娘のマリー・テレーズとアルトワ博の息子のアングレーム校の結婚という積年の夢を実現させた。1799年、彼は、イェルガバより、ボナパルト宛てに手紙を送り、ジョージ・マンクの役割を務めるよう要請したが、却下された。その一方で、 ルイ18世も、ボナパルトからの年金の受理を拒み、さらに1803年に、彼の財産が底をついても、ボナパルトの求めに応じて退院するのを拒否した。移り気なパーベル一世によって、イエルガバを突如追い出されたため、ルイ18世は、極寒の中旅をし、プロイセン国王の許可を得て、ワルシャワに移ると3年間をその町で過ごした。彼は引き続き、フランスに、 再び王政を呼び戻そうとしており、1799年のオワリネロ・アイエイコール・コラール、モンテスキュー、クレルモン・イコール・ガルランドラによって設立された王室顧問委員会をパリにいていたが、その活動は、ライバルのアルトア博の機関によって頻繁に妨げられた。しかし1800年以降、カドゥーダル、ピシュグリュ、モローラ王党派による陰謀の失敗と、それに続く、 アンギャン公の処刑並びに、ナポレオン帝政の幕開けによって、王政復古は絶望的になる。1804年、ルイ18世は、スウェーデンのカルマルにて、アルトワハクと再会すると、ナポレオンの帝政に反対する声明を発したが、プロイセン国をよりポーランドに戻ってはならぬとの警告を受けたことで、ロシアのアレクサンドル一世議の許可を得て、再び、イエルガバに退いた。しかしながら、 1807年のティルジットの和訳で、フツロが同盟関係になると、彼はまたもイエルガバを追い出されたため、イギリスに避難し、当初はエセックスのゴスフィールドに、ついでバッキンガムシャーのハードウェルに身を落ち着かせた。1810年、火のマリーが死去し、翌年には暴れもこの世を去り、長身の地位はブラカ伯爵が引き継いだ。1813年のドイツ戦役で、 ナポレオンが敗北すると、王党派は再び活気ついた。そしてルイ十八世は新たに声明文を発し、その中で革命の成果を肯定すると約束した。ルイ十八世は、スウェーデン王大使のベルナドットが協力して、くれるだろうと期待して、交渉を持ったが、王大使は、実際のところ独自の意思に基づいて行動していた。1814年3月、連合国軍は、 パリ入場を果たす。そして、タレーランの働きによって、ブルボンの復権が決定されると、ルイ18世は、立憲君主制を約束する、サンイコールトゥアン宣言を発した後、5月2日に、パリに入場した。彼は、立憲君主制、二院制議会、信教の自由、そして全ての人民の憲法で規定される権利を公的に保障した。そして6月4日、 1814年検証が交付される。この時すでに彼は60歳になっており、苦境によって疲弊し、痛風と肥満に見舞われていた。思考は明敏で、白乱狂気で知られ、優れた外交術の持ち主だったが、感受性が強く、情緒的な性質をしていたため、彼は周囲や家族から容易に影響された。アルトワ・ハクとアングレームコーヒーを筆頭とする。 亡命貴族内部の反動派及び聖職者たちに情報してみせたことは彼の立憲政治に向ける忠誠心について疑いを持たせた。また、王室軍、メゾン・ミリテール・デュロワの再導入は軍隊の離反の要因となる。さらに、長身のブラカが国王に常にはべっていたことは閣僚たちの共同を困難にした。1815年、ナポレオンがエルバ島を脱出し、 フランスに上陸すると、ネーゲン水を差し向けたが、彼が3月17日に、軍隊ともどもナポレオンに寝返ると、国王は国外へ逃亡した。ナポレオンの100日天下の間、国王はヘントに避難した。ワーテルローの戦いの後、二度目の復興制の条件の一つに、ブラカの追放が提示されている。7月8日、連合国軍の荷車に乗って、ルイ18世は、 パリに二度目の帰還を果たすが、それでも戦争に生みつかれ、立憲政治を寄求する民衆から熱狂的な出迎えを受けた。当初国王は、不信感を抱きつつも、タレーランとフーシェを、閣僚を入りさせていたが、1815年の選挙で、超王党派、ユルトラが退場し、彼が名付けるところの、またと見出しがたい議会が成立すると、両者を合わせて政権から放り出した。同時期、 国王は、風車の下で、警視総監を、そして李主流内閣で、警察長官を務めていた、平民生まれのドゥカズ伯爵、後に、公爵を見出すと、新たな長身として、全幅の信頼を置いた。李主流公爵及び、ドゥカズ伯爵ら恩恵派をメンバーに持つ、格好たる内閣に、国王は誠意を持って対応し、王族による攻撃から、あらゆる努力を払って、 閣僚たちを守った1816年9月ユルトラが多数を占めるまた富井田氏が大議会との対立に危機を感じた国王は議会の解散を行うユルトラらはかつての長身ブラカのパリ機関を黙認することで国王に対する優勢を取り戻そうとしたが失敗に終わったルイ18世の政策は総じて慎重さと常識に 基づいていてたと評されるその統治の間、フランスにて革命後初めてとなる議会制政治の成立を見た。国王に執行権と法案提出権が付与される一方、議会は法案の議決と予算を承認する機能を有した。1814年憲章はポルトガルからトルコに至る各国の憲法制定のモデルとして、ナポレオンの共和歴12年憲法及び不可法よりも、 大きな影響を与えたとも評される。ルイ18世の政治的姿勢は主体的というよりむしろ受動的であり、一貫して時の内閣に可能な限り協力的であった。ドカズが政権を握っている間、国王の政策は大部分において彼に習っており、どちらかといえばリベラルかつ恩健であったが、1820年にベリー公が暗殺されると、国王はドカズによる 政権運営はもはや困難であると判断して、惜しみつつも、彼の退陣を黙認し、新たに首相となったリシュリュウへ支援の手を向けた。国王の体力の衰えとともに、彼のユルトラの策謀に対抗する力も弱まっていった。ベリー公の忘れがたみ、アンリの生誕、ナポレオンの死、そしてリシュリュウの辞任によって、国王は完全にユルトラの意のままとなる。 そしてユルトラの主犯であるビレール伯爵による新内閣が成立してアルトア伯が政権と密接した関係を結ぶと次第に政治は国王の手から離れていった。1824年9月16日、ルイ18世は崩御した。身体的には疲弊していたが最後まで明敏な洞察力と懐疑主義的な思考力を保ち続けていたという。子供がいなかったため、 弟のアルトワ博がシャルル10世として王位を引き継いだ。ウィーン会議で正統主義を唱えたことで知られ、総裁政府及びナポレオン政権にて外相を務めたタレーランは、最終的にルイ18世により政権から放逐される。彼が残した記録には以下のようなルイ18世評がある。ルイ18世はおよそこの世で知る限り、極めつきの嘘つきである。 1814年以来、私が王と初対面の折に感じた失望は、とても口では言い表せない。私が、ルイ18世に見たものは、いつもエゴイズム、鈍感、強楽化、恩知らず、といったところだ。他方、ナポレオンは、ルイ18世を、ルイ16世から、実直さを引き、基地を足したものと評したと伝えられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。